131の正解は4番です。Take a look at this photo. My brother is the taller of the two. この写真を見てみて。私の兄が2人のうちで背が高い方だ。131の解説です。Of the two. で、母集団が2人に限定されているので、どちらか1人を論じる際には自動的に特定された1人を指すので、比較級でも最上級と同じように定冠詞の、the、で限定する必要があります。132の正解は3番です。I got my fingers trapped in the bicycle chain. 自転車のチェーンに指を絡め取られてしまった。132の解説です。Trap は、捕らえる、閉じ込める、という意味の他動詞です。指は、自転車のチェーンによって捕らえられる対象なので、受け身の意味を持つ過去分詞を使う必要があります。私の指、イコール、捕らえられた状態。を手に入れた、というのが直訳になります。133の正解は2番です。Global food prices have risen sharply due to high biofuel demand.世界の食料品の価格は、バイオ燃料への高い需要のために、急激に上がった。133の解説です。世界の食料の価格、が主語なので、自動詞の、rise、を選びます。自動詞の、rise、上がる、の活用は、rise、rose、risen、です。due to x、は、x のために、という意味になります。134の正解は3番です。The taste of rabbit meat is very similar to that of chicken or turkey. ウサギの肉の味は、鶏や七面鳥のそれに、とても似ている。134の解説です。The taste という名詞句は、of rabbit meat という形容詞句によって修飾されています。このように前置詞句によって後置修飾されている名詞を言い換える場合、代名詞には、that を用います。135の正解は1番です。Emmy's husband lost his job, and what is worse, she had to enter the hospital. エミの夫は、失業した。そして、さらに悪いことに、彼女は、入院しなければならなかった。135の解説です。What is worse? で、さらに悪いことには、という意味の定型表現となります。136の正解は1番です。It was so difficult a question that nobody could answer it. それは、大変難しい質問だったので、誰も、それに答えられなかった。136の解説です。そう、プラス、形容詞、プラス、あ、プラス、名詞、プラス、ざっと、で、非常に何々なほにゃららなので、という意味になります。
137の正解は4番です。He came here later than usual. 彼は、普段より遅く、ここに来た。137の解説です。Late は、副詞として用いる場合には、遅く、遅れて、という意味になります。Then があるので、Late の比較級の形、Later が正解となります。138の正解は1番です。Not a star was to be seen in the sky. 空には星一つ見えなかった。138の解説です。B to V という形には以下の5つの意味があります。1、予定。2、命令、義務。3、可能。4、運命。5、意図。本文の意味は3の可能。となります。139の正解は2番です。There was a large audience in the concert hall. コンサートホールには多数の聴衆がいた。139の解説です。Audience 聴衆 Family 家族 Population 人口 Sum 合計 Income 収入 Fortune 財産 Quantity 量 Attendance 出席者 Expense 費用 Number 数などの名詞の高は LargeSmall で形容して示します。140の正解は3番です。Staying in a luxurious hotel costs twice as much as renting a room in a weekly apartment.高級ホテルに泊まると、ウィークリーマンションを借りるのと比べて2倍のお金がかかる。140の解説です。何倍何々と言いたい場合の倍数表現は、as 何々 as の一つ目の as の直前に置きます。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ。チャンネル登録をお願いします。